皆さん、こんにちは。寺島です。 今回の動画では ShadowCNUI について解説していきます。まずはじめに ShadowCNUI の概要について説明し、その後 ShadowCNUI の簡単な使い方、そして最後に応用編ということで ShadowCNUI と組み合わせて使うと便利なライブラリについて解説していきます。この動画を最後まで見ることによって ShadowCNUI の使い方や応用的な内容についても学習することができますので、ぜひ最後までご視聴いただけますと幸いです。では早速 ShadowCNUI の概要について説明していきます。 こちらが ShadowCNUI のドキュメントで ui.shadowcn.com からアクセスできます。このイントロダクションに簡単な概要が書いてあるんですけれども、ページを翻訳しておこうと思います。で、ShadowCNUI なんですけれども、 こちらはここに説明があるような感じで、コンポーネントライブラリというよりかは、コンポーネントライブラリを構築する方法とあります。これはどういうことかというと、今までの、例えば MUI であったりだとか、有名なコンポーネントライブラリがいくつかあるかなと思うんですけれども、それとは違って、ChatCNUI は、ある種、Tailwind CSS でできたコンポーネントを自分たちのプロジェクトにコピペでインストールしてあげて、それを使うといった流れになっています。 シャドウ CNUI 自体は Tailwind CSS と RadixUI っていういわゆるヘッドレス UI っていうあまりスタイリングがされてないコンポーネントの振る舞いだけが定義されたライブラリみたいなものがあるんですけれどもそれを組み合わせて作られたものとなっていますですのでシャドウ CNUI 自体は非常に軽量でして必要な分だけコンポーネントを手元に持ってくるので他の MUI などのコンポーネントライブラリと比べても軽量に使えるっていうメリットがありますしこちらにも書かれているような感じでコードが ほとんどすべて手元にあるので、それを自分たちで簡単に編集してカスタマイズすることも一般的なコンポーネントライブラリと比べて容易になってるかなと思います。あとは昨今話題になってる AI 対応みたいなこともありまして、l l m が簡単にその手元にあるコードをすべて読み込んで、それをまた新たに編集するみたいなことも容易になってますので、AI 時代にも非常に作れたライブラリになってるんじゃないかなと思います。各項目についての詳しい解説っていうのは、この Docs 配下に書かれてるので、気になる方はそれぞれ確認していただければ なければと思いますでは、早速、ChatCNUI を手元にインストールして使っていこうと思います。で、インストールの方法については、このインストレーションのところに、それぞれ Weet であったり、NextJS であったりだとか、いろいろ対応するフレームワークが書かれてるんですけれども、今回は n e x t j s を選択するので、n e x t j s の項目を確認していこうと思います。こちらについては n e x t j s のプロジェクトがあることが前提となってますので、まずは n e x t j s のプロジェクトを作っていこうと思います。今回、自分は作業ディレクトリとして、SRC のフレーム マックスのネクストっていうディレクトリの中で作業していきます。使ってるノードのバージョンなんですけれども、今回は22.10 1.0を使っていきます。では早速 NPX、えー、クリエイト next ア p p の名前が s h a d c n u i s a m p l e としようと思います、まあ、では早速 NEXT のプロジェクトを作っていくんですけれども今回は質問項目は全部デフォルトでいいので、まあ、適当にエンターを押して進めていきますでそうするとプロジェクトに必要な依存のインストールが始まるので少々待ちたいと思います終わりましたねでそしたら s h a d c n u i サンプルに移動しまして、まあ、一旦 プロジェクトが立ち上がるか確認しようと思います。で、NPM ランデブでローカルホスト3000番が立ち上がるので、それにアクセスすると、こういった感じで NEXT JS の表示が確認できたかなと思います。プロジェクトの中身もベースコードで確認するんですけど、こういった感じでプロジェクトが立ち上がっているのが確認できるかなと思います。NEXT JS だとデフォルトでテールウィンドウが入っているので、チャット CNUI の立ち上げ時にテールウィンドウを入れるみたいなこともないので、便利かなと思います。で、こちらに戻りまして、で今回 今回はクリエイトプロジェクトということでシャトシェーニュの i ニットコマンドから実行していきます。で今回、自前 NPM を使いますけど、まあ、そこは皆さんの環境に合わせてお好きなものを使えばいいかなと思います。NPM を選択してコピーボタンを押してターミナルに戻って実行していきます。こういった感じで勝手に NextJS を使っているとかっていうのが認識してくれるので便利かなと思うんですけれどもまずは テーマカラーを選択します。これはどれでもいいんですけど、ニュートラルにして進めていきます。この動画の撮影段階だと、リアクトの19を使っていると、こういった感じで簡単な警告が出てくるんですけれども、こちらはとりあえずお好きなものを選んでいただければいいかなと思います。一番コースで進めていきます。エンターを押すだけです。でそうすると、チャット CNUI のイニットが完了しました。src-utils.ts っていうのが作られたみたいなことが表示されてるんですけれどもまた、あ、ベースコードに戻りまして差分を確認していこうかなと思いますで確認するとこういった感じで何かパッケージがインストールされてるのか確認できるかなと思いますでこちらについては後で詳細とか見ていければなと思うんですけれどもまずはそうですね設定ファイルをちょっとだけ見ようと思いますこのコンポーネンツ .json ってやつですねこれはシャドシェイの ui の シャトシーン UI っていうのはその先ほども説明したとおり手元にある種コピペみたいな感じでファイルをインストールしていく流れになってますのでそのコンポーネントをどこに配置していくかっていうのを定義したファイルになってます例えば追加するコンポーネントをこのコンポーネンツディレクトリに配置するであったりだとかこのコンポーネントから呼び出される設定ファイルをこの lib の Utils に定義するとかみたいな感じですねこのファイルですね そしたらちょっと流れでこのユーテルズについて解説しようと思います。このユーテルズ .tss が一つだけファンクション cl っていうのをエクスポートしている内容になってます。この cl っていうファイルなんですけれども、t a i l w i n d m ジ r g e と clsx を組み合わせた関数になってます。これらの関数の役割としては、まず clsx は tailwind.css っていうのはクラスを記述して スタイリングしていくものになってますのでそのクラスの文字列をマージするための関数になってますこのテールウィンドマージっていうのはそのテールウィンド CSS で定義したクラスをいい感じにスタイリングがバッティングした時とかにうまく解決しながらマージしてくれるライブラーになってますこれは特に編集することなくそのまま使う感じで良いかなと思います戻りまして先ほどは Next.js を見てたのでこちらに戻ってで AddComponents ということでコンポーネントを適当に何か追加しようと思いますそしたら これをコピーしましてターミナルに戻ってこれを実行します。で、これもエンターで良いので、そうするとコンポーネンツ u i ボタン .tsx っていうファイルが作成されたのが確認できるかなと思います。で、そうするとコンポーネンツ u i ボタン .tsx こちらですね、これが作られたファイルになってます。で、このファイルの解説の前に一旦これを呼び出そうと思うので、この下の説明をコピーしてページコンポーネント。 に移動ししてて全部消してそのままま貼り付けますで、確認するんですけど、そうですね。真っ暗になってて分かりづらいんですけど、一応インストールができてるんじゃないかなと思います。そうですね。これ自分がダークモードで開発してるかなかなと思うんですけども、真っ黒で分かりにくいですね。ああ、でもサーバーを再起動したら。 ちゃんと背景が白くなってくれたのでボタンがわかりやすくなったかなと思いますでそうですねブラウザの幅を調整して左上にシンプルなボタンが表示されているのが確認できたかなと思いますでコードに戻ってこのボタンの解説をしていくんですけれどもこのボタンっていうのが Components UI Botan.tsx から呼び出されているファイルになってましてこのボタンの元のこの コンポーネントっていうのがこれですね。この Radix UI の React ロットから呼び出されたものになってます。で、それがまあ使われてるっていう感じですね。で、このスタイリングをこのボタンバリアンツが定義してます。で、このスタイリングの時に呼び出されてるこの CVA っていう関数は クラスバリアンスオーソリティがエクスポートしているものでこちらはスタイリングのバリエーションを定義するための関数になっていますテールウィンド CSS はクラスを組み合わせてスタイリングしていくのでその時にそのクラスの書き換えみたいなものが便利に行えるスタイリングの書き換えって言った方がいいですかねスタイリングの上書きがテーマごとにこのバリアントっていうものを指定してできるので便利なライブラリかなと思いますこの CVA の第一引数にデフォルトとなるスタイリングをテールウィンド CSS のクラスで定義しましてでこのバリアンツっていうところに、まあ、それ それぞれデフォルトであったりだとかセカンダリーであったりだとかその時のスタイリングを定義してそれをこのボタンのバリアントみたいな感じでセカンダリーで指定してあげるっていう感じですねでそうするとまあ、こんな感じでセカンダリーはグレーなので色が変わってるのか確認できるかなと思いますでこのスタイリングの詳細についてはボタンのドキュメントを見ると確認できると思いますそうですねこんな感じでセカンダリーとかデストラクティブとかアウトラインとか線だけみたいな表示とかが 確認できますこういった感じで SHADCNUI は必要なコンポーネントをこのコンポーネントのドキュメントを見てこの部分をコピーしてそれをターミナルで呼び出してあげるといった感じで使えるので必要なコンポーネントだけがこのプロジェクトのコンポーネントディレクトリ配下に 格納されていくので、最初に説明させていただいた通り、とても軽量に使えるかなと思いますし、このコンポーネント自体を編集して、コンポーネントの振る舞いを変えることも一般的なコンポーネントライブラリよりもやりやすくなってるんじゃないかなと思います。なんでもいいんですけど、例えばここにカーソー、ポインターとかって指定してあげると、ボタンをバーした時の振る舞いとかも変えることができるかなと思います。では続いて、シャドシーの UI の他にも便利な機能を見ていこうかなと思うんですけれども、まずはこのブロックスですね。で、これについては、 CNUI のコンポーネントを組み合わせたものが公式で提供されてますので例えばこのオーセンティケーションというものであったりだとかこのログインフォームとかもこの右上のやつをクリックしてそれをこうしてあげるだけで追加できるみたいなものになってます。 で、コンポーネントが同じものがある場合は、それを上書きするかとかも聞かれますので、これデフォルトでノ o になっているので、まあ、今回はノ o を選択しました。そうすると、ログインっていうページの中に、ログインフォームが作られますので、こういった感じですね。ログインページにアクセスして確認してみようと思います。すら、ログインと。ですると、こういった感じで先ほどのフォームが見えるので、非常に工数が削減できるんじゃないかなと思います。これはまあいくつか他にもあるので、 見ていただければなと思うんですけれどもその他にもチャートみたいな。 コンポーネントが用意されていたりだとか、これはカラーテーマーごとの色がどういったものが使われているかみたいなものであったりだとか、あとは、まあ、テーマっていうのがあるんで、このテーマをカスタマイズすると、基本なんかシャトシェヌ UI はデフォルトだと白黒ベースの簡素なデザインになってるんですけれども、それを変えることができるみたいな感じですね。で、これ例えば変えて、このコピーコードっていうのを押すと、その色が CSS の変数として定義されたものが書かれていますので、これをコピーして、先ほどのこれですね、グローバルズドット CSS に貼り付けるとそれが 読みみ込めるみたいなな感じになってますただ1点注意点でこれ動画の撮影時点だとここのコピーコードで表示されるコードがテイルウィンド CSS の V3 のものになっていて V4 だと使えないみたいなそのままコピーペーして使えないみたいな感じになってるんでこれ使いたかったらここの指定とかを変えてあげる必要があるんですけれども面倒かなと思うので、まあ、もしここの書き換えとかを テーマの使い方を V4 でやりたいみたいな風になったら適当に ChatGPT とかでこのテーマを貼り付けて s h a d o c n u i で TailwindCSSV4 のもので使いですみたいな感じで雑に投げてあげるとここの指定とかを変えてくれたものを吐き出してくれるかなと思うので、まあ、それで書き換えてあげると便利かなと個人的には思いますというわけで s h a d o c n u i の簡単な使い方について見ていったんですけれども最後に若干応用ということで s h a d o c n u i に関連した便利なライブラリについて見ていこうと思います で今回紹介するのが。 えー、シャット CNUI でオートフォームってやつなんですけれども、オートフォーム、これですね。で、これがどういったものかっていうと、Zot、まあ、とか Yap とかでスキーマを定義してあげるだけですぐにフォームを作成してくれるっていうライブラになってます。で、これ自分の記憶が正しければ以前の状態だとシャット CNUI にしか対応してなかったんですけれども、今回動画撮影するにあたって、まあ、改めて確認してみたところ、シャット CNUI 以外の MUI とかでも対応するように書き換えてるのかななってるようですね。で今ちょっとワー プログレスってなってるのでもしかしたらすぐに実際に導入するのは控えておいた方がいいかもしれないんですけども結構便利なライブラリーなので、まあ、紹介していこうと思いますで実際にどういうことができるかっていうのを確認していければなと思うんですけどもまずシャッド CNUI の場合は先ほどと同様アドコマンドが使えますのでこの NPX シャッド CN アドで これをコピーしてあげて、そちらを、そうですね、なるで呼び出していければなと思います。はい。で、これは、今まで通りエンターを押して、待ってあげると、依存のインストールが始まりますので、待ちます。で、ボタンは既にあるんで、まあ、これは上書きしないでノーでいいですね。で、そうすると、結構いろいろコンポーネントが入ったかなと思います。で、続いて、スキーマを定義する用のライブラリとして、えっと、オートフォームの Zot を今、回はインストールしますで今動画を撮影している段階だと、リアクトデイピッカーのリアクトの依存バージョンで19がないみたいな感じで怒られちゃったので、npm インストール、autoform、zot の -force で対応しています。そういった感じでプロジェクトを確認すると、パッケージ JSON を見ると、autoform の zot も入っていることが確認できるかなと思います。で、そうしましたら、 実際にフォームを呼び出していければなと思うんですけれども、ZOT の適当に、そうですね、ファイルをまるっとコピーしてしまいますかね。ちょっとそしたら、あでもこれコピーボタンがなくて不便なんですけど、ちょっとコピーしていって、適当に何か、まあちょっとかなり雑ではあるんですけども、アップ配下にまあなんか適当なファイルを作成して、まあそこからエクスポートする形 にしていいこうと思いますで、オートフォームの MUI じゃないですね。MUI じゃなくて、これがコンポーネンツの UI のオートフォームに変えておきます。フィールドコンフィグとかも書き換えが必要っぽい、うんで、消しておいて、で、これをページコンポーネントから適当に呼び出してあげればなと思います。そうすると、まあ、めっちゃ雑に書いたんで、あれなんですけど、まあ、こういった感じでフォームが このスキーマ定義を書いてあげるだけで自動で生成されているのがわかるかなと思います。これやってることっていうのがこのオートフォームにこの上に書いたスキーマを定義してあげてるだけなのでこちらも非常に手軽にフォームが作成できるライブラリになってるんじゃないかなと思います。バリデーションとかも効いてるんじゃないかなっていう感じですね。で これなんですけど、デフォルトだと、まあ、ユーザーネームの箇所とかが、ま英語になってるんで、それを変えたいみたいな話とかもあると思うんですけども、まあ、このオートフォームのスーパーリファインのところで渡しているフィールドコンフィグっていうものを書き換えてあげると、まあ、ラベルの内容とかも書き換えてあげることができますので、まあ、こうするとこういった感じで、ここのラベルがパスワードとかになってるのが確認できるかなと思います。といった感じで、まあ、これちょっと今、まだワークインプログレスで作りかけのライブラリではあるとは思うんですけれども、簡単にスキーマ定義だけからフォームを作 作成することができるんで、そまあ、そこまで ui とか使い勝手にこだわらない。フォームを設定画面とかで呼び込みたいっていう風になったら、このライブラリをシャッドシーンの ui と組み合わせて使うと便利なんじゃないかなっていうことでご紹介させていただきました。というわけで、今回の動画は以上になります。 最後に動画の概要欄にはフロントエンドハンズオンのメルマガを載せています。こちらでは動画では話せない裏話などを配信予定ですので、ぜ、ま、ひ、あ、気になる方はご登録いただけますと幸いです。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。